こんばんは。あ、こんばんは。結構お久しぶりではないか。結構久しぶりですよね。そう、あの突然ね、工事が始まっちゃってね、お家の周りでね1週間あれは予想外して、ね、はい、延期させていただきました今日は安心して喋れるからね。はい、大丈夫です、はい、というわけで、今日書きたい字とテーマを教えてもらっても良いですか。はい、書きたい字は読図本社。はい、でテーマは何になったろう。 VTuber、まあ、ちょっと読図本社をね、まあ、私含めて知らない人もいると思うので、ちょっと軽くで良いので説明してもらっても良いですかそうですね、はい、読図本社は、まず VTuber の事務所が二次三次っていうものがあって、はい、でそこで組まれた、うん、なんていうんですかね、ちょっとしたグループみたいなのが読図本社。これは4人で構成されてるんですけど、はい、クズ本社のドがドーラさん、ドーラさんね、でクズがクズハさん、クズハさん、はい、で本が本間ひまわりさん、はい、でシャがヤシロキズクさん、この4人で構成された家族みたいな感じのグループが読図本社となっております。はい、ありがとうございます。今回ちょっと、まあ、VTuber 中心で喋ろうって言ってて、で界隈がでかくなりすぎてて、ああそうなんですよ。そうで、何から見ていいかマジで分かんなかったんだけど、これが切り抜き動画をね送ってくれたのね。切り抜き動画のチャンネルか、あ、切り塗りになっちゃった。はい1個、あのその読図本社でやってる、あのマリトネ最弱を決めるってやつをね送ってくれたんだよね。今ちょっと多分載せてると思うんですけど、これはなんで、あの数ある動画の中でこれを送ってきてくれたの。いや、あのちょうど最近それを見てて、うん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 、でまあこれならまだあの知らない人でも楽しめそうだなって思って。あー、なるほど、知ってるゲームだし。そういうことか、なるほどなるほど。作業 BGM のようにねずっと流してましたけど。あー、僕も配信はずっと作業 BGM です。あー、やっぱそうなんだ。え、この VTuber 自体はいつ頃からハマってるの。 4,5 年前とかですか。おー、じゃあなんかちょっと、うんうん、一番最初らへんにキズナアイさんが出てきたと思うんですけど、はいはいはい、うん、その辺はまだあの結構シャニ構えてたんですよそうだったんだ。いや、またまたこんなコンテンツをとか思いながら、はい、あのチラチラ見てたら、今度かぐやるなさんとか。ああ、はいはいはい、かぐやるなね、はい、そこであの声が好きすぎてこれはやばいと思って。おお、なるほど。で僕基本的になんか特徴のある声の人が好きなんですけど、うん、その時らへんからゲームをやり始めて、パソコンとかで、うん、で実況動画とかを見てると、あのクズハさんに出会ったんですよ。ああ、なるほど、そこで出会うんだ。はい、うん、この人ゲームも上手いし、言葉のセンスも面白いし、なんだこれはと思って、うん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 、それが、まあ、の始まりというか終わりというか。ああ、なるほど。じゃあ読図本社の中ではクズハさんが一番こう最初に知った感じなのかな。そうです、ね、ああ、なるほどね。いや、面白いもん、あの人すごいもう慣れちゃってる感じはあるけど、当初からあんなにスラスラ出てくる人の言葉が。そうですね、あの一人の時はすごいあんな感じなんですけど、うんうん、最初めっちゃ人見知りだったんですよ、うん、そうなんだ。クズハさんが、へー、はい、あの後輩の VTuber さんとかとコラボするときに、うん、あのどうやって話したらいいかわからないって言って、あの画面に天気の話聞くか、気温の話しようとかって言って画面にこう文字を書いてって、それを天気デッキっていうので会話の時に一枚一枚カードを切っていってみたいな天気デッキね。あー、おもろいな、はい、そんな感じだったんだ。全然違うね今と。そうなんですよ、あんな人見知りだったのに今ではもうすっかり、それは何も成長してしまって、慣れて本当に経験値でそうなったっていう感じなのかな。多分それもあると思います。なんかある時きっかけが多分あったと思うんですけど、うん、結構新年の挨拶をし始めてからなんですよ。見てる感じ的にそんな感じか、面白いね。長く見てるとそういうなんか人柄のっていうか、ちょっと変化に気づく楽しさがあるねそうなんですよ、そこが楽しいんですけど、うん、新規にはなかなか進めづらいなと思って。いや、ほんと選択肢が多いじゃんね。はい、あー、すごいなと思った、この V 界隈。
なんかいろんな人いるじゃん。ゲームやる人もいるし、こう歌を中心にしてる人もいるし、いろいろいるけど。はい。ゲームが多いのかな、やっぱり。ゲームが多いですね。やっぱ歌とかは、あんまり自分で作ってくれる人がいないんで。うん、あー、やっぱカバーばっかりな。なるほどね、なるほどね。それはちょっと悲しい。あ、でも、ドクズ本社でもあれじゃん。曲あるじゃん。あります。あれは、めちゃめちゃ嬉しいっす。ね。私、あれ見た。待って。去年の夏祭りライブを見たの。ドクズ本社の。ああ。で、それ、いいですね。そうそう。MV の方も普通に見て、夏祭りの方も見て、すげえ感動した。夏祭りは本当よかった、うん、あのクズハさんと八代キズクさんのあのゴーが、あーゴーよかったね。あーゴーよかった。私あのチューリングラブもめちゃめちゃよかったなと思うんだけど。あーいいっすね、あーキマさんとの最高だったね。あとなんだっけ、あのドーラさんがさ、あの人なんか多分素でやってるのかなって思ってすげーと思ったんだけど、一番最後のバーチャルトゥーライブの、サビでハモってて、一番最後だけ。あーやってましたね。やってたやってた。うわ、しかもなんか普通にこの今瞬間まで普通にメロディー歌ってたのに、なんか途中から一人抜けてサビをハモリを歌い出したから、うわこの人すげーと思って。いや、ドーラさんはそういう、なんか、ちょっと支えるみたいなとこがあるんで。ああ、いや、そう、なんか ね、そう、いいなって思った。なんだろうね。いや、でもね、ひまわりさんも、実はさ、あんな、はっちゃけててさ、めちゃくちゃ周りのこと見とるじゃん。そうそう、あの人、結構考えてますよ。そう。あの、自由にやってるように見えるかもしれないけど、なんか、すごいいろんな動画見てると、うわ、立ち回りうまーとか思って。結構いろんなゲームとかで仕切って、なんか司会とかやってたりするんで、結構ちゃんとしてるんだなそう、ちゃんとしてるんだなっていう感じ。いやもうね、すごい好き。みんな好き。いいなってなる。あのグループは最強っすね。そうね、まあ、いやでも分かる。家族感がね、彼らはすごいよ。いやもう本当素晴らしいです。罰ゲームでクズハさんが他の3人の好きなところを褒めるみたいな、いいところ褒める罰ゲームがあって、それがめっちゃ良かったの。あのもじもじしながら言う。そう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 、クソ恥ずかしいっつって。あれ僕も見てめちゃめちゃなんか自分も恥ずかしくなってそう、こっちも恥ずかしいわってなってくる。てか、あの、クズハさんの罰ゲームだったはずなのに、他の3人も恥ずかしいっていうね。みんな罰ゲームかっていう。あれの家族感が一番やばいです。ああ、そうだね。いや、もう、めっちゃ良かったと思って。なんか、普通の家族でもさ、あんなに言うの多分恥ずかしいでしょう。相当恥ずかしい。そう、なんかそれの、そういう感じがすごい伝わってきてさ、うわ、なんかこれ、あの家族にありがちのあの恥ずかしいやつやんとか思って。ここでこんな思いをすることになるとはちょっと思いました。そう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 。で、ちゃんとさ、それぞれに思ってるんだなとか思って、あんなもじもじしながらね、ちゃんと言ってさ。そうだった、あの、語尾伸ばすとこがリアルなんだ。なんとかでー。わかるわかる。なんとかでーみたいな。確かに確かに、言いにくそうにしてる、めっちゃ恥ずかしそうと思ってた。あれは可愛かったな。よかったです。ちょっとあそこをね、あのちょっと知らない人が見たらめっちゃクズハさんいいってなると思うわ。ほんとぜひ見てほしい。いやほんとほんと、ちょっとまた概要欄貼りますね。よいしょ。いや、あ、そうだ。VTuber 見るし、キャラクターを描いちゃって、今動かすっていうのをやってるんだよね。